養成学校とは、職業等に関する職務を、全資得る人材を養成するための施設等の通称。日本においては、学校教育法に規定される名称ではなく、また、養成学校を規定する日本の法令もないため、明確な定義の存在する施設を指す名称ではない。法令上は、養成施設などの名称が規定されている場合があるが、一般的には、養成学校は、 通称として用いられるものである。例えば、民間航空操縦士養成学校、アメリカ沿岸警備隊の隊員養成学校、士に養成学校、管理養成学校などがある。オーストラリアでは、技術、継続教育に代表される。ドイツでは、ファッハシューレが存在し、フルタイムで2年間、パートタイムでは3から4年間の教育が提供される。愛犬用の美容家や、 ペットトリマー養成のトリミングスクール、グルーミングスクールドッグトレーナーの養成学校などのペットスクール、動物園、水族館の飼育員、飼育係、訓練士、介助犬訓練士、動物看護師看護師、アニマルセラピストなど動物に関する職業人を養成する学校、全日本動物専門教育協会、日本動物専門学校協会などや資格を、 認定している協会などがあり、それぞれ認定校や指定校を定めている。通信講座を行っているものもある。通信教育ペット、動物関連の通信講座一覧参照。フォークリフトや移動式クレーンなどの運転士の要請として、作業資格取得の教習所として、フォークリフトに関する専門スクール、クレーン免許専門教習所、特殊自動車学校、 クレーン学校といった特殊免許専門の教習所としては、フォークリフト教習所がある。労働局長登録の建設機械、フォークリフト、クレーンなどの操作手法を習得する教習機関では、大型特殊自動車運転免許、フォークリフト、車両系建設機械、クレーン等の各種建設機械、産業機械運転を取得させる。労働安全衛生法に基づく、運転士指定教習機関、 車両系建設機械運転技能講習の認定校もある。自然再生士保資格養成機関として認定、登録を受けた大学等は現在5大学等、3学部、5学科となるが登録初年度より46大学等、54、学部大学院2校を含む71学科が登録を行っている。なお、 認定条件は該当校の卒業の要件であったが平成24年2月に廃止。現在は認定、登録された大学等を卒業、または在籍している学生は認定を受けた学部、学科の分野別科目対応表に記載された科目の履修状況、自然再生支保認定に必要な科目、単位数が規定されているものに応じて、 自然再生支保の認定を受けることができる。ありがとうございます。